この時期、カラスが盛んに巣作りを行っています。停電の原因となる天柱に作られた巣を電力会社の社員たちが撤去しました。カラスの巣作りが盛んな春、青森市の住宅街のこちらの電柱にも巣ができていて、これから撤去作業が始まります。3月から5月頃にかけて繁殖の時期を迎えるカラスは、電柱の上など見晴らしの良いところに巣を作る習性があり、材料に使われる針金などが電線に触れると停電が起きることがあります。このため東北電力ネットワークでは毎年この時期に電柱にできた巣を撤去していて、今日は青森市妙見の住宅街で作業の様子が公開されました。持ち上げてくださいまして、その姿がはっきりと見えます。すっきり取れた、すっきりっていう感じです。現場ではカラスの巣が電柱の高さ10メートル付近に作られていて、作業員2人が直径およそ30センチの巣を10分ほどで手際よく取り除いていました。この金属が接触、停電接触したりすると、ちょっと停電の原因になってます。これをこう土台にしてこう作るんですね。東北電力ネットワークによりますと、県内では去年3000個余りの巣を撤去していて、巣が原因となった停電は5件あったということです。早期発見、早期除去で、お客様にご迷惑かけないように、努力しております。ご自宅や、職場近辺で、電柱にカラスの営巣を発見した場合は、不用意には近づかずご連絡いただければ幸いです。